カズさんに送りたいね、確かに。送りつける、もう、うん。問答無用で。問答無用で、ドズボングッズ、カズさんにお送りしたいな、さすがに。そうね、うん、そうね。うん。確かに。各メンバーのバースデー記念グッズ欲しい。あ、確かに、モンさん誕生日近いじゃないですか。近いです、今月末30日、ついに。ついに。なんか誕生日ね、バースデー記念グッズとか欲しいですけどね。やっぱ、格下とはコラボするな、T。その T シャツはダメだって。その T シャツは着れないって。誕生日にね。その T シャツは着れないって。あ、ほんと、うん、シャレにならんって、その T シャツ。何の説明もなくそれ聞いてたら。何の説明もなくそれ出てきたらやばい人でしょ、それは。45歳ですかって。42だよ。あ、42。なんで上がっちゃって42、全然42だよ。全然42です。最近さ、なんかさ、僕すごい40代に勘違いされるんですよ。なんかすげえ年上だと思われてるらしいですね、なんか。思われてる。この前高田さんもラジオで僕拾ってくれてて、なんか僕の話してくれてたんですけど、うんうん、なんか40歳ぐらい。スナパイさんもこの前なんか、40歳ぐらいって認知してて、まあ俺と影響なのか、俺が近いから、俺と近いと思われてるのかな。まあね、でも確かにそのアマース界隈の人からすると、うん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 、多分ドズル、ボンジュール、神宮寺さんあたりがよく絡んでるから、そういうイメージがあるかもね、あるのかもしれないね。うんうん、まあでもそういう意味ではあの元々僕20歳の時から30歳ですかって言われてたんですよ。うん、あ、なるほどね。プラス10されてんだね、うん、そうそう、だからそういう意味ではそのちゃんと成長してるから、その順当に、うん、それは別にあんまりもう気にならないというか、はい、うん、ショックではないんだけど、うん、常にプラス10、生まれた時からプラス10歳だのかもね、うん、でも40代の雰囲気出ちゃってんのかな。どう違う30代と40代の雰囲気の違いは何なの。確かにそれちょっと議論しましょう。そんな30代と40代の違いの議論、そんな差ないと思うんだよな。なんだろうね、どうせ喋りとかがめっちゃ昭和生まれに見えるわ。はいはいはい、喋りで昭和感出てる。うん、僕今ね31ですよ。はい、31、平成元年生まれなんですよ。うん、平成、うん、40代か。まあでも確かに30代と40代、なんか20代と30代の違いは大きいけど、うん、30代と40代の違いって言われてみればあんま分かんないかもね。そんな多分言わなきゃ分かんないじゃないかなと思うんだよな。そうか、うん、31歳にしては顔が大きいって昔からよ。ああ、まあな、まあな、でかいな、まあなじゃないな、だいたい昔からでかいな、まあな、まあな、うん、あ、そうそうそう、立浪先生の奥さんと僕同い年らしい。そう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 。え、立浪先生っておいくつなんですか、そもそも。そう、それわかんない。え、僕勝手にボンさんより上って思ってたんですけど。俺もそんなイメージありますわ。あ、じゃあ結構年の差っすね。そうなりますね、わかんないけどね。もうわかんないけど、立浪さんの年はいくつなんだ、うん、立浪先生。僕とボンさんがちょうど10個差だから。はいはいはい、10歳違うと結構違いますよね。1976年、ポンさんは。俺79年は3つ上ですわ。ジャジャさんと同じ。へえ、13歳差 だ奥さんと。すごいな。へえ、若いっすね、そうな先生。へえ、13個違ったら結構じゃないね。だって僕18歳だよ、相手。そういうことになるよ。すごいな。俺29か28か、うん、くらいか。すごい。へえ、いいな。うんうんうん、いいな。まあまあ、そのなんかいいね、結婚し、いいな。いいな。何歳の時に結婚したんだろうな。あ、まあ確かそれにもよる。お子さんもいらっしゃいますしね。まあそうね、うん、うん、はあ、うちの両親も10歳以上離れてる。あ、そうか。
僕もね、親がもう幼なじみなんですよね。あ、そうなんだ。そう、うち親も中学から一緒だから。へえ。だし、まあ、僕も嫁ともずっと一緒だから、あんまりこう年の差のイメージが全然身近になくて、すげえ小さい村だったんだろうな。ああ、すっげえ小さい村だ。違い、関係ない、関係ないですよ。え、関係ない、全然関係ないよ。大分のすごい小さい村だったんだろうな。ってないよ、ミルク氏の親もそうなんだ。ああ、そっか、いや、すげえ小さい村なんだろうな。小さい村じゃない。小さい村じゃない。田舎バカにしてる。田舎ね、田舎バカにしてます。してない、してない。田舎バカにしてる。うん、まあ、で、田舎の方が、まあ、田舎出身の僕が言うけど、はい、田舎の方がやっぱ結構早いっすわな。あ、そうなんだ。みんなすぐ結婚する。でも、まあ、周りがそうだとだんだんそういう風になるのか。すぐ結婚する、やっぱ。うん。やることないから。うん。まあ、そっか。うん。田舎の方がもう早い、とてつもなく、とてつもなく早い、うん。まあ、そういうなんか、そうなるんだろうね、その空気感がね。まあね、うん、周りもそうだと。やることない、やることない。やることないから結婚はおかしいでしょ。いや、本当本当本当。いや、そのやることねえな、結婚でもすっかってならないでしょ。いや、なんかその、うん、いや、やっぱ家庭を持たないと。うん、その本当にやることないね、本当に。あ、これはマジ、これマジ。そうなんだ。うん、うん、うん。そうそう。で、若くし、そう、若くして家を買うのよ、大体みんな。あ、そうなの？みんな家買う、すぐ。はいはい、はい。みんなすぐ結婚して、みんな家買う、買う、買う、買う。うん。そうなんだ。田舎だから。うん。そうなんだ。そうね。家か。結構だから大学卒業してすぐ結婚する人とか多いっすよ。へえ、うん、うん、あ、確か初体験もやっぱ低いって言いますよね、田舎の方が。あ、田舎だとやることないからね。やることないから、それは聞く、うん、それは聞く、うん、そういう、そうね、そっか。じゃあ結婚するか、うん、その都会に出るかみたいな感じなのか。多いでしょうね、うん、半分ぐらいやっぱ都会に出ますもんね、うん、あ、そうなんだ。半分ぐらいやっぱ都会に出ますよ、うん。だからボンさん都会だから未経験なのか。まあ、あるかもな。あるかもな。うん、車は下手すりゃ高卒で買う。うん、まあ確かにね。うん、すぐ買う。あ、まあ、そうそう、車ないとだって生活ができないから。スイカと一緒ですよ、スイカと。車が？車だ、いやだから。それは言い過ぎだよ。スイカがないと、スイカがないと何もできないでしょ。まあまあ、まあ、クソ不便ですわ。いや、車がないと就職できないから、そもそも。あ、そうなんだ。いや、だってもう 車持ってないってなるともう、あ、そっか。結構田舎だときつい。あ、そうなんだ、じゃあ。うん。しかも、もう安いしね、車マジで、中古だと。まあ、そうかもね。めっちゃ安いよ。動くだけというか、その、うん、40万ぐらいで買える、40万ぐらいで、うん、軽だと、ペペッと、うん。それはあるな、うん、そう。車ないとやっぱね、何も。車ないと会社行けないわ、そうか、うん、そうなる。最近高いんだ。駐車場代安いしね。まあ、それもあるな、それもでかいな、うん、確かに。駐車場代。東京高いでしょ、だってもう1時間何百円ってするでしょ。すみません、すみません、もちろん、もちろん場所にもよりますけど、うん、まあまあ高いですよ、やっぱり。大分は安いかな。あと僕ごめんなさい、今日ね、もう一つやらないといけないことがあるんですよ。やらないといけない、はいはい、なんかまだ、宿題が。ツイッターで、うん、飛び出せドズルッシャーって知ってます？はいはいはい、紙で作っていただいてる紙で、あれですよね。あれもなんかドズネスさんを中心に、うんうん、今回企画してくれて、僕ほとんどノータッチでみんなでやってくれたんですけど、はいはい、キャンペーンしてくれて、見かけます、見かけます、はい、飛び出せ G じゃないよ、ゴキブリはやめて、ゴキブリの話は、うんうん、飛び出せドズルシャーのハッシュタグをやってくれて、うん、でそのすごいみんないろいろやってくれて、いろいろやってくれたから、ぜひドズボンラジオで取り上げてくださいと。なるほど、うん、でもう取り上げるぐらいだもう全然やらせていただきますと、うんうんうん、約束しておりますので、はい、ちょっと見ますか、せっかくだから。はい、じゃあボンさんに僕の画面を共有して、どう共有すればいいんだろう。
画面共有。まあ、ミルダムだとそんなラグないから。ミルダムラグないから、それでいいか。うん、ちょっと待ってね。